ソビファイトスマーレジをクラリスファイルメーカーでつなぐ始めさせていただきます本日事例紹介させていただくのは IC 株式会社佐藤潤です弊社は神戸を拠点に活動しております大学で音楽教育を学び就活もせずに卒業後はレコードショップでバイトをしてましたそして2年目に突然店長が辞めてしまいそのまま店長に その激務を軽減するために独学でクラリスファイルメーカーを使って販売管理システムを構築しました。それが私のファイルメーカーの始まりです。最近はマンションでスマホテラゴヤを開催しています。夢は自分のマンションをコンピューターバーチャーにいっぱいにすることです。本日のアジェンダはこちらです。こちらの5点に沿って説明させていただきたいと思います。 では早速今回のシステムを導入されたお客様をご紹介したいと思います。神戸のデザイン会社、神戸デザインセンター様が運営するアートデザイン関連の書籍を中心に取り扱う書店ストレージ様です。デザインオフィスが運営するからこそのセレクトが魅力で遠方からわざわざ訪ねて来られるお客様もいらっしゃいます。そして このストレージのお店が入るビルの中には他にもデザイン事務所をはじめ、コワーキングスペース、ギャラリー、そして書庫を改装したバーも運営されています。デザインというキーワードで様々な業態にチャレンジされており、それぞれのスペースにファンを持っていらっしゃいます。そのファンが他スペースのファンにもなってもらえるように、効果的なアプローチをしていきたい。 そのためには、まずお客様の情報をしっかり把握したい。それが一番最初のお客様からの相談でした。書店、ギャラリー、バー、それぞれのお客様を一元管理したい。私自身がここのコワーキングスペースの会員ということもあり、ファイルメーカーを使ってどうにかできないかなとご相談いただきました。 そしていろいろとお話をしている中でもう一つのご相談も出てきましたネットショップでの売り上げも強化したいすでにネットショップの運営をされていましたけどもその時に使っていたサービスは API 提供などを行っていなかったのでスマレジとネットショップ商品登録に二度目が発生していましたもちろん最初のご相談であるお客様の一元管理を実現するためにも この仕組みを見直す必要があります。とはいえ、小さなお店ですし、まずは今の環境を生かして改善できないかなと考えました。現在導入されているスマレジの顧客管理を活用しつつ、商品登録の二度手間などを削除できるように、スマレジと連携できるネットショップを探すことにしました。スマレジのサイトを見てみると、いろいろとご紹介されています。 様々な e コマースプラットフォームを検討した結果、今ちょうど上に2つ見えていますけれども、最終的に Shopify と ECCube2 つで悩みましたが、いろいろと比較検討した結果、クレジット決済の手数料やメンテナンス性、導入のしやすさなどなどから Shopify にしようということになりました。が、ここで大きな誤算がありました。 それについてはまたちょっと後でご説明します。先にですね、システム概要についてご説明します。先ほど話に出てきたスマレジ、iPad で導入できるクラウドポスレジですね、耳にしたことがある方も多いかと思います。身近な iPad、iPhone アプリを使ったクラウドポスレジで、 小さな規模のお店でも導入しやすい手軽な料金プランでありながら非常に高機能なサービスです。私自身先ほどお話ししたように20代はレコーダーの店長をしていましたがその当時ポスレジは非常に高価な上に機能が限定的でカスタマイズも難しくカスタマイズをするとなると非常に高額な費用がかかったという思い出があります。今は素敵な時代が来ましたよね。次に ショビファイ。こちらも、えっ、ー、と、最近耳にした方も多いかとも、多いかとも思いますけれども、カナダ初の e コマースプラットフォームサービスです。2004年に創業ながら、世界175カ国、170万人以上で導入されているという、ものすごいスピードで成長している e コマースのプラットフォームです。この時代のサービスらしく、多様な決済サービスにもも,もちろん対応していますし、 最近主流の Wix などのホームページ制作ツールのように多様なテーマがあらかじめ用意されていますまたサードパーティー開発者によるアプリも充実していますので手軽に様々な機能を拡張していくこともできますまた何よりですねこちらもスマーレジ同様にフレンドリーな料金プランとなっています初期費用も不良なのでれ気軽に始めることができます このように、どちらも低価格でありながら、高機能な素晴らしいサービスです。ただ、連携サービスについて調べてみると、初期費用100万円から、月10万円からというようにですね、もちろん EC サイトと販売管理システムのリアルタイム同期は管理コストの大幅な削減になりますし、非常に価値のある機能です。ただ、ストレージ様のような小さなお店の規模には合いません。 特に、スマーレジやショピファイを導入されているお客様層との乖離をすごく感じました。これが先ほどの大きな誤算ってやつです。ただ、どちらも REST API を提供しているな。ということはですね、このザグビの中心をクライスファイルメーカーに変更しました。スマーレジ、ショピファイ、どちらともファイルメーカーが連携し、ファイルメーカーに情報を集約させるという 仕組みに変更いたたししましたでは、それぞれのサービス、どのような情報を取得、更新できるのか見てみましょう。まず、ファイルメーカーから更新できるスマレージの情報です。こちらの6点の情報を更新することができます。次にですね、ファイルメーカーで取得できるスマレージの情報、先ほどの更新よりもさらに2つ。 日時締め情報とセール情報が追加されています。基本的にはこれがあれば問題ないのかなと思います。スマレージの API 設定は管理画面の中で行うことができます。丁寧に説明されているドキュメントも用意されており非常に分かりやすいですで。API に関するトークンキーや必要な設定も全てこの画面の中で行うことができます。 更新取得可能なすべてのテーブル、項目について、このようにドキュメントの中で丁寧に説明されており、リクエスト例と返ってくる JSON の結果についても記載されています。とは言ってもですね、このリクエスト文を都度書くのは割と手間でした。まあ、当然ながら1文字でも間違えるとエラーになるので、結構手間かかったんですけども、そんな時にこれからやってみようという方の向けて、えっと、おすすめサイトを共有したいと思います。 めっちゃ役に立った便利なサイト。こちらはです、ね、個人の方が作られたというアンオフィシャルのサイトですけども、スマレージ用のリクエストデータを例えば左のテーブルネーム、どのテーブルかで、そのテーブルに合わせて項目が自動的に表示されていきます。で、その項目に対して条件を入れていきます。そして、ジェネレートっていうふうにステップ3で押すとリクエストが作られます。 さらにですね、スマレーレジ API にアクセスする際に必要な ID とトークンキーを入力すると、なんとそのままここからアクセスすることができます。なので、ファイルメーカーに実装する前にここで継承をして確認することができるので、非常に作業時間の削減につながりました。はい、実際に実装したスクリプト画面はこのような感じです。契約 ID とトークン あとは、先ほどの画面で生成してもらえる情報をセットして、スマレージ側にポイと、えっと、URL から挿入で投げます。そうすると、欲しい情報が、えっと、返ってきます。で、欲しい情報、返ってきた情報をすべて、ここで言うと、簡易情報をファイルメーカーに展開というスクリプトの中で、各フィールドに分割して、格納していっている感じです。 基本は、えっと、このスクリプトを使い回すことで、他の取引情報だったり、商品情報というものも、スクリプトを作ることができます。では次に、Shopify ですね。Shopify の API はさらに充実しています。基本すべて更新取得ができます。これらですね、全部で15個ですかね。で、Shopify、えっと、のドキュメントも、えっと、ウェブサイト内に用意されていまして、 こちら、ログインする必要なく、えっと、見ることができます。ただ、えっと、すべて英語なので、かなり苦労しました。で、正直言うとですね、先ほど言ったように、私はもともと20代はレコーダーの店長を過ごしておりまして、IT とは全く無縁だったもので、このあたりのことは苦手です。なので、非常に苦労しました。でも、先ほどみたいにですね、やっぱり、あの、神様は世の中におりまして、ここにもありました。 ということで、えー、とととでここれから Shopify 連携ししようといういいい方のたためめにおすすすサイトを共有したいと思いますこちらですね、えーと、アメリカのクラリス・プラチナパートナー様のサイトで、ようやくファイルメーカーと Shopify の連携の情報を見つけました。しかも、こちらですね、メールを登録すればサンプルファイルを送ってくれるんですね、もう大きなハグを送りたいです。ありがとうございます、ケミンさん。 で、えっと、サンプルファイルを開くと、連携に必要な情報を入力する画面が現れます。私はそもそもこの初期設定について分かってなかったので、これのおかげで大きな一歩を踏み出すことができました。実際のスクリプト画面はこのような感じです。Shopify の場合は欲しい情報ごとに URL が変わります。そこを理解できれば、あとは Shopify のサイトにある通りに書けばできる。 というのは嘘でえっで、と、これはかなりスマレージ以上に癖があり苦戦しました、まあ、今日はあの事例紹介なのでそこまではお話ししませんが、まあ、またいつかお話しできればと思いますということでそんな2つのサービスとファイルメーカーを連携させることがこの API によってできましたでは実際の運用方法についてご説明しますまずですね 店頭でで購入されたお客様、スマレジでピッと情報を打ちます。そうすると販売情報ですねどの本をいくらで買ったよでもし会員様だったら会員情報をファイルメーカーに取得しますで取得したと同時に今度はショッピファイ側にもこの本が売れたから在庫数を減らすよっていう風に URL を投げます。 同じようにですね、オンラインで更新された情報、オンラインで購入いただきました。また、購入時にメルマが登録いただいた方の情報をファイルメーカーに取り込みます。その情報を持って、今度は同時にスマレージ側を更新する仕組みになっております。スマレージ側は在庫数じゃなくて、確か販売数ですかね、差分を取らないといけなかったかなと思います。で、今回は、 ファイルメーカーが情報を取りに行く手法にしています。とショ o p i f y Smileage から更新,が更新された際に情報をプッシュさせることも可能ですし、ファイルメーカー側で数分おきに自動的に情報を取得しに行くことも可能ですが、今回はお客様と相談して自分たちでボタンをポチッと押して情報を取得する仕様になりました。 ただ、いずれにしても、もちろん店頭とオンラインの在庫数に差が発生する可能性はあります。正直その差を埋めるのは運用面でコストがかかります。労力も非常にかかります。であれば、今のお店の規模での最適解はここかなと思い、現状はこのような仕様にしています。このようにお店の規模やスタイルに合わせて柔軟にスケールを調整できるのはファイルメーカーの大きな魅力だなと思っています。 実際のシステムの画面はこのような感じですね。こちらのデザイン会社さんが運営されているということもあり、色カラーコードなどは全てご指定いただきました。全てをショピファイに掲載しているというわけではないので、商品一覧画面ではショピファイの掲載商品をすぐに絞り込めるようにしています。 商品登録画面ではではすね商品登録の入力の手間を少しでも省けるようにということで書籍の基本情報に関しては ISPN を入力して Googlebook API から取得できるようにしていますそして追加で必要な情報を入力していただき右上ですね商品情報更新のボタン1つでスマレージまたさらに s h o p i f i に登録更新できるようになっています スマレージとショピファイでは扱う情報が異なりますので画面を分けています画面を分けてこちらはショピファイの連携用の画面ですね右側にある画像商品の画像ですけれどもファイルメーカーのオブジェクトフィールドに保存されている複数の写真も商品登録と同時にショピファイに登録することが可能ですお客様画面ではスマイレージットショピファイどちらの購入履歴も確認いただけます ショピファイでは顧客管理を現状行っていませんので注文時に電話番号と名前で一致させるルールにしています。また一覧画面ではどちらでも、どちらで登録されたかすぐにわかるようにラベルをつけて表示しています。注文画面ではですね、スマレージショピファイどちらの売上で誰が何を購入したのかが一覧で閲覧できるようになっています。 お客様情報の一元管理という点と、ネットワーク、ネットストアですね、ネットストア強化のために更新のテーマを簡略化させるという点を実現することはできたかなと思います。ただ、細やかなお客様へのアプローチというのは次のステップです。このコロナ禍で営業時間の短縮や休業など、なかなか思うように営業できなかったお客様ですけども、 その中で新たなチャレンジをしようと、その時間を活用して、このシステムを導入してくださいました。お客様には、システムの納品と同時に、ファイルメーカーとショピファイルの参考書をお渡ししました。それは、勝手にやってねという意味ではもちろんなくて、私もサポートするけれど、自分たちのシステムを一番分かっているのは自分たちでいてほしいので、全く分からないものとならないようにお渡しをしました。何か質問があったときも、 参考書の何ページに書いてある通りというように常に参考書をベースに情報を共有するようにしました小さな店舗の大きなチャレンジシステムとしてはまだまだ改善点改良点がもちろんありますただお客様に合わせて一緒にじっくり育てていきたいと思っていますそしてそれはファイルメーカーの男性と拡張性だからこそ実現できることだと思っています この動画を見てくださった方に何か一つでもあ自分でもこれはできそうと参考になることがあれば幸いです最後に弊社の案内をさせていただきます神戸を受けてに活動している私一人の会社です最初の自己紹介通り、えー、私自身が IT に精通した人物ではなかったにもかかわらず そんな自分でも使えたファイルメーカーの直感性と柔軟に拡張できる可能性の高さに魅力を感じてファイルメーカーの世界に入りました。そしてファイルメーカーの可能性を広げるような地図サービスを作りたいと2017年に IC 株式会社を設立し2018年 ITSMMC 社と共にデータベース向け地図連携サービス m a r ル l ラ Plus をリリース。 同年夏にはアメリカテキサス州で開催されたファイルメーカーデベロッパーカンファレンスに出展しました。まあ今日全然地図関係ない事例だったんですけども。えー、本当様々な場で気軽にファイルメーカーが導入されたらいいなと思ってます。私がお力になられることは限られているかと思いますけれども、今日何か一つでも共通点を感じていただけたなら嬉しい限りです。最後にですね、えっと、去年の夏に 私がボランティアスタッフとして関わっている078神戸というイベントの事務局運営でファイルメーカーを導入した話を、えっと、ブログで取り上げていただきました。こちらはですね、Web ダイレクトで情報を集めて、その情報をチャットワークで教育し、ボランティアという体制の中でも効率よく情報を共有するという仕組みです。ご興味ある方は、ぜひこちらも読んでいただけると幸いです。 お忙しい中、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。